MTB をご覧の皆さん、セブンミートです。はい、サーティーセカンドチャレンジということで、今回メンバーの中から選ばれた3人が3つあるお題のどれかにチャレンジしてもらうということで、はい、選ばれた3人が全員クリアすれば成功、失敗してしまうと罰ゲームということになります。なるほど、なるほど、はい、お題の方はこちら。ババンババン、うん、3つあるんですけれども、おい、1つ目はけん玉チャレンジ、けん玉、それから腰フラフープチャレンジ、そして最後が縄跳びで二重跳びチャレンジでございます。なるほどね、小学生やってね、はい、チャレンジするね、3人を選んでいきましょう。どうする？俺やろうみたいな。はいはい、やろう、はいはい、決めて決まりました。はい、はい、じゃあトップバッター行こうかな。行く、まずは一発目成功、白金さん、じゃあまず凛太郎からチャレンジということで、じゃあ選んでいいのかな。そうだね、どのチャレンジ、じゃあしますか。まあ、この中でもまだ一番自信ある、はい、腰フラフープ、ね、なるほど、フラフープね、フラフープ、そう、なるほど、まあね、腰フラフープじゃない、アイソロの延長でしょ、これ、ね、そうだね、アイソロの延長うわー、これはしっかりしてるフラフープ、ね、しっかりしてる、こんなんいつからだ、ちゃんとしたフラフープだ、これコツある、腰じゃない、やっぱ腰かな、腰じゃない、やっぱ大丈夫、最初一気にこういった方がいいんじゃない、こう、そうだね、最初のあれが必要だね、ちなみにこれ30秒間ですからね、ということで、凛太郎さん、心の準備はよろしいですか？できてます！はい、おい、頑張って、それでは、頑張ります、よーい、スタート！おー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 
わ当たったらめっちゃ痛いやつだこれ。怖っ。みんな離れて。おい、ぶつかるよ。後ろも大丈夫。うん。しまい。めっちゃ緊張する。整いましたか？はい、いいっすよ。それではいきますよ。はい。よーい、スタート。あ、いや、まだ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 。あー、待って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 。めっちゃ必死やばい。はい、ごめんごめん、やばいやばい、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 止める、まだ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 違う、まだ止めるよ、いけ、止める止める、いけいけ、もっと、もっと止める、踏んだ、あー怖い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 、はい、わー、わー、いや、これ圧倒的失敗じゃない、いや、十七回とか言った気がするぞ。十七。ということで、おっしゃれ。ギョーさん二重跳びチャレンジ。いや失敗。難しいね。難しいね。あ、ちょっと長失敗でございます。ちょっと長かった。三人目。はい。日野宮さん。じゃあ俺は何か。剣玉でいきます。おお。やっぱ可能性を感じる。剣玉チャレンジ。はい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 。一発勝負ですか。いや30秒以内に。30秒以内に。そう。だから何回も挑戦できる。こっちと、いや、ちなみに多分ここですよね。うん、そうですね。ちょっと一回シミュレーションしていい？いやダメです。いや基本まで。そういうこと。ああわかりました。行きます。集中して。はい。ここよく覚えましたか。いいですかいいですか。行きますよ。いや出るんだったら。オッケー。では参ります。はい。よーい。はい。スタート。30秒だから。チャレンジしてみて。なんか雲行き怪しい。なんか横なの。こうか。そうじゃない、なんか普通。行け行け行けよ。あ、これね、これできるわ。俺これできた。いける。何回もこらえ。ああ、惜しい。やばい。まだある。ああ、そういうことか。迎えに行ってみた。そうだな。俺も思った。わけは考えたら今入った。急げ。ちょっと迎えに行ってんだよ。いいよ。ちょっと思うのと。行け。ああ。やめなかったね。ひなぎゃチャレンジ失敗。失敗。まあ。残念。頑張った。まあ。ね。最後迎えに行ってたけどね、自分から。じゃあ、きょうやとゆうが罰ゲームと。そうです。ゆうはですね。はい。
なんだ罰ゲームカードか。じゃあこちらにね、おそらく罰ゲームが書いてあるんですけれども、はい、では、この中からこれにするわ。じゃあ俺これにするわ。はい、せーの、これやってみあと1個なんだ。あ、まあ、ちなみにこのあと1個はとっておきの変顔です。おー、バンって言って。じゃあせーの、バン、一発芸です。と、モノマネです。なるほど、とっておきだからね。とっておきの一発芸、自分の中で一番の。でも、俺あれだね、モノマネだったら得意だね、今日はね。しかも変化だったら俺やん。確かに。え、一発芸、モノマネ決まった？あ、じゃあ決まりました。おー、はいはい。じゃあ、キョウヤさんからいきますか。では、参ります。とっておきの一発芸、キョウヤのとっておきの一発芸まで3、2、1、どうぞ。やっいや、めっちゃ悔しい。マジやばい、めっちゃ悔しい。くそーくそー、田植え。ありがとうございました。いや、でもさ、いや、すごい良かったよ。すごい勇気。みんな笑いこらえてたからね。ところで、そうだね、笑いこらえて、うん、ありがとう。頑張ったと思う、とても。どうしよっか。そうだね、最近練習してるのがあるから。あ、練習してるときは、身近にすごいモノマネ上手な人がいて、うん、教えてもらったのがあるから。おーおーおー、なるほど。そう、ちょっとやってみるわ。じゃあ、いきますよ。でも俺らは馴染み深いよ。ほんと？え、身内ネタじゃない。身内ネタじゃない、ちゃんと国民的な。あ、なるほど。じゃあ、いきます。とっておきのモノマネまで3、2、1、どうぞ。ふぐたくん、何してるんだい。ちょっと待って、もうさ、声が言うな。 ね、声が、声が、どう頑張ってるこれ。いや、マジか、俺すげえ、これちょっとうまいねって言われたんだけど。ハスキーなアナゴさんでしょ、これ。アナゴさんです。アナゴさんか。そう、アナゴさんでした。二日酔いのアナゴさんって感じがね。はい、以上、セブンミートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ありがとう。